テレ東。アメリカ南部フロリダ州のデサンティス知事は1日、新型コロナウイルスの州内での感染者がおよそ6500人に上ったことを受け、州の住民に対し不可欠な場合を除き自宅で待機するよう命じました。この日はジョージア州、ミシシッピ州、ネバダ州も新たな外出規制を発表しました。アメリカで外出規制を決めた州は35州以上に上り、アメリカの人口の 87% 以上にあたる2億9000万人以上に影響が及ぶ見通しです。